さっきちょっと電車間違えちゃって乗り換えて下今市まで戻ってるんだけど、今日は日光に行ってきます。天気が良くて山とても綺麗、そして栃木県なんだけども秋って感じでしたし。日光に来ました。やっと日光まで着きました。最初間違えたけど、日光に来て最初思ったのは、とにかく空気がすごく美味しいです。あとは山がすごく綺麗。1回だけ前行ったことあるんだけど、今回は紅葉を見たくて日光に来ました。それで今は日光東照宮に向かってます。相変わらず友達と一緒。ここでなんかすごい綺麗な橋がある場所があります。こちらです。この橋、水がすごく綺麗。そしてこちらは世界遺産ですね。すごいですね。なんか不思議な場所に見えるけど、なんかすごい木が高くて、そして石垣で、なんかすごい不思議な場所。すごい綺麗、なんかアニメかなんかどっかのゲームみたいな、なんか雰囲気がちょっと現実じゃなさそうな感じがします。ここなんか階段があって、そして階段の真ん中にこうやって水が流れてます。川みたいな、すごい不思議な感じ。すごく綺麗な場所。なんかこの紅葉の赤いのと建物の赤いのと、すごいいい感じに、あとゴールドの建物の飾りも東京スカイツリーと同じ高さらしいんだけど、ここってこんなに高いんだ、全然思わなかった。634mです。東照宮に来ました。こちらは有名な見ざる、聞かざる、言わざるの猿ですね。それで陽明門まで、この陽明門まで行ってみようと思ったら工事中です。残念ながら2019年まで工事中ですね。すごく長いんだけど、見たかったけど前回も見れなくて、まあそれ以外でも綺麗な場所があるから大丈夫。それでこちらの柱、名前がわからない、よかったらコメントで名前を教えてください。なんかすごい不思議な感じで、なんか苔が生えてて、なんかもう古い不思議な雰囲気がします。これなんか何百年前に作られたんだろうって感じ。何百年もありそう。なんかすごい、なんか伝統的な日本の雰囲気がします。それでこちら手を洗うところなんですけど、デザインのデコレーションがすごく綺麗ですね。これから眠り猫見に行きます。それでこれからすごい高い階段登ります。登れるかな、勝負。登れなかったらどうしよう、登るしかないもん。登ろう。あ、でもこれは便利な階段だ。前松本城の階段はもうすごかったから、これと比べて全然余裕。あとはなんだっけ、身延さんの階段もあれ登らなかったけど、あれはすごかったよ。あ、でも疲れる。可愛いさんのおみくじがあるので、何が出るかな。猿可愛い、なんかすごい可愛く書いてあるね。私もおみくじ取りました。恋の猿みくじ。何が出た？あ、みくじ。じゃない。一緒よ、разверни。なんだっけ？末吉同じだ。末吉。はい、ということで日光の図書部でした。それでついにプタラ神社まで来ました。気が高い。何を巻いてるの、髪は。招き猫、可愛い猫が書いてある。じゃあ何かな。猫が好きなんで招き猫にしましたけど。招き猫、ちっちゃい猫が入ってる。可愛い。尻尾もある。じゃあ何吉かな。みんな末吉だ。なんで？でも猫がもらえて嬉しいです。